皆さんこんにちは、マックスブラです。この度ですね、ハーブ園などできまして、その傍らの土地で新しい企画を一つやりたいと思います。結構長丁場の企画になるんではないかなと考えています。先日ツイッターでそのスイカ、余ったスイカを土に植えたら芽が出たみたいな、そういったものを見かけたんですけれども、今回ですね、野菜をたくさん買ってきました。で、それぞれの野菜についてがっつり畑を作ろうっていう計画は現在ないんですが、その今回買ってきた種類ざっくり紹介しますと、かぼちゃ、人参、じゃがいも、さつまいも、りんご、バナナ、キウイ、キウイ、キウイを食べると、これら7種類の野菜を埋めて、もし芽が出て野菜が収穫できるみたいなことが万が一にでもあれば、それはもうとんでもなく幸せなことなんで、これからですね、埋めたいと思います。7個穴掘ります。7個の穴完成。この動画を見てくださってる皆様が承認です。どの穴に何を埋めていくのか、まずはバナナ、一番こちらの穴バナナ入れさせていただきます。続きましてリンゴ、キウイ、キウイ、キウイ、面白いと思ってるのは村井さんだけですよいや、あのうろ覚えなんだけど、あのキウイの CM がすごい好きで、キウイを食べるとって言って、あの体がキウイでガバガバキウイ、人参、かぼちゃ、さつまいも、じゃがいも、埋めていきます。そのわけで7種類の野菜埋めました。私の予想なんですけど、かぼちゃが来る気がしてます。っていうのは、私田舎住まいなんですけど、山道とか歩いてて山の中で野生のかぼちゃとかよく見かけたので、かぼちゃは相当生命力強いんじゃないかなっていうのと、野菜で販売されてる段階で種がもう結構そのまんまあるので、本体ですね、切り身の状態でかぼちゃが入ってるんですけど、その果肉の部分って言ったらいいのかな、あそこからこううまいこと養分を取って芽が出るっていう可能性でいうと、一番かぼちゃが強いんじゃないかなと。で、果物ゾーン、バナナ、リンゴ、みかん、キウイっすね。はあ、キウイ、キウイ、キウイを、これ全部カットされてたら本当悲しいんだ。あのバナナ、リンゴ、キウイで言うと、どれもあんまり期待しないんじゃないかな。僕キウイあると思うんですよね。え、あるキウイ、まあ、さっきのあのかぼちゃの種の話で言うと、はい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 、キウイも丸々入ってるんで。確かに、まあ、リンゴも入ってますけど、なんかキウイの方が殻破ってくれそうですよね。そう言われると、そう言われるとそうだ。そんなわけで何週間後になるかな、結果を楽しみにしましょう。あれから1ヶ月が経過いたしました。正確に言うと1ヶ月と3日が経過いたしました。実験結果見ていきましょう。ドン、カラスにバカにされてますね完全に。ご覧ください、生えてきているのは雑草だけ。まあ多分生えてないでしょうね。これは何にもないですね。あ、もう地下茎のなんかさ、もうほら、え、1ヶ月でこんなんなんだよこっちだし、え、すごっ。こう一回だって何も生えてなかったですもんね。全く何も生えてなかったですね。そのショベルカーで整地をして、地表10センチぐらいですかね、その根っことか根っことかごとこうガーって綺麗になったところに穴掘って野菜を埋めた。野菜の手たらくよ。とても残念ですが、一旦ここで実験を終了したいと思います期待してくださった皆様、大変申し訳ございません。
秘宝ご報告でございました。またいろんな実験やりたいと思います。ぜひリクエストお寄せくださいます。概要欄コメントお待ちしております。高評価チャンネル登録もよろしくお願いします。さよなら。残念です。ちなみにアップバンク TV で絶賛連載中ハーブ園プロジェクト、そちらの進捗はまあ時を同じくしてですね、ショベルカーであの野菜と同時期にここ鳴らして植えたので、まあ1日先輩ぐらいですね、ハーブの方が、うん、こんな感じです。育ってきました。雑草との戦いだったりとかいろんな苦労があったんですけど、あとはやっぱり結構死んじゃってるハーブも少なくはないんですけれども、根付かずにね、いや立派に育ってます。ハーブは順調、まあもうちょっと頑張ってほしいって気持ちもあるんだけど、そこそこ順調に来てますね。いやほんと野菜芽なんでしょうね、ただ緑の空間、あの手前とか見てもらったら分かるように、あのここ同時期にショベルカーでね真っ平らにしてるんで、この緑したあの空間とか何もしないとああなるっていうことです。ここ耕したところ、耕さなかったところ、そういうことですよね。何もしなかったのがあっちバージョンですよね。あっちバージョン、ほんと自然って恐ろしいって思いますね。以上おまけでした。さよなら。